外崎チャンネル、佐々木留のピックアップニュース。はい。ということで、本日ね、現役ドラフトが行われまして、そのね、結果を踏まえて、佐々木がね、解説、あと感想っていうところをね、していきたいと思います。まあ、なんとね、まあ、現役ドラフト行われて、まあ、ルールとしてはね、各チーム、最低2名までの選手を出さなきゃいけないっていうね。で、その中から各チーム、最低1人は取らなきゃいけないっていうね、まあ、ルールの中。まあ、あとどうやって取っていくとかいうのはね、まあ、複雑なルールが、ありますけども、まあ、そういう形でね、始まった現役、ドラフトですけども、なんとですね、まあ、一番びっくらこいたのは、やっぱ阪神の陽川選手の、やっぱりこの現役ドラフトの名前が上がった。まあ、後期45試合ね、打率2割9分4厘、ホームラン1本、6打点っていうね、活躍の中、特にね、左キラーとしてはね、大きな役割を果たしてね、まあ、陽川選手、あとはね、びっくらこいたのがね、これだね、戸根選手。まあ、今季9試合ね、防御率 5.02。まあ、今年ね、チャンスをもらった中で結果を残せなかったっていうところでね、まあ、出てきたのかなっていうね、まあ、この戸根、そしてまあ、陽川っていうところはね、まあ、ちょっとびっくらこいたかなっていうね、ところはありますけども、まあ、佐々木がね、今年ですね、トレードに出した方がいい選手っていうね、ところの動画を出しましたけども、そこでもね、楽天を超え、そして DeNA 細川、ソフトバンク大竹はね、トレードに出してあげた方がいいんじゃないのか、まだチャンスあるよ、使わないんだったら他の球団にどうですかって言ったところでね、まあ、12球団の中でこの3人がね、現役ドラフトに、名前が載って、まあね、各チーム2人だけども、やっぱ動きが出ないとね、誰が出たか、分からないところで、オリックスは大下選手、そしてソフトバンク大竹選手、で西武が松岡選手、楽天オコエ選手、ロッテ成田投手、で日本ハムが、古川投手で、ヤクルト渡辺大輝外野手、DeNA 細川外野手で、阪神が陽川内野手で、巨人が利根投手で、広島が正髄外野手。中日が笠原、投手がね、まあ出て、まあそれがね、行き来したっていう、ところになりましたけども、どうですか皆さん、感想としては。まあ全体的には、まあ1回目だからね、正直どうなるかわかんないっていうところで、まあね、まあ結論から言うとね、2巡目が行われなかったっていうところで、まあやっぱりそんな言うほどね、機会に恵まれてないっていうより能力が足りない。ちょっとね、厳しい言い方になるけどもね。まあ、2巡目が行われなかったっていうところはそういうところであって。で、まあ、1巡目はね、絶対、1人取らなきゃいけないから、正直いらなくても取らなきゃいけないんだよね。で、そういったところで2巡目が行われなかったっていうところを考えると、まあ、いらなくても取ったっていうチームは必ず俺はあると思う。まあ、でも、選手にとったら、もう現役ドラフトに乗るってことは、チームとしていらないって言われてるのと一緒だから、その中で、まあ多少ね、欲しい選手がいなかったかもわかんないけども、無理やり取ったかもわかんないけども、それでもその中から、この選手がいいと思ってね、12球団のチームは取ったんだからね、それはもうポジティブだね。この現役ドラフトもポジティブっていうところでね、まあ移籍した中では頑張ってもらいたいっていうところで、まあね、このね、現役ドラフトで、一番、今のチームのマイナス点と、その選手の能力値合わせてね、一番良かったチームはね、俺はね、西武だと思う。ね、西武、阪神からね、陽川内野手を、獲得して、で、そして、その中でね、まあ、なぜかっていうと、まあ、陽川選手ね、本職がサードっていうところで、まあ、ファースト、あと外野もね、守れるけども、やっぱサードはね、西武で言うと、ちょっと今ね、おかわりくんが、もう年配になってきて、まあ、正直 DH に収まった方がいいかなって。で、今年はね、ウネンティン、あとジャンセンなんかが出たけど、で、渡辺選手ね、ドラフト1位、まあ、なかなか出てこないっていう中でね、やっぱサードがなかなか埋まらないっていうところで、この陽川を取れたっていうところは非常にね、西武が一番大きい、すぐさま戦力になるっていうところでは、来季に向けて、かなりね、この優勝へ向けての戦力補強としては、大きい現役ドラフトの獲得だったんじゃないのかと思いますね。ね、やっぱこの陽川はね、でもね、まあ、各球団ね、ちょっと解説していくとね、多分俺の、これね、完全に俺の予想ね、俺の予想だった場合、もし俺が担当者だったら、やっぱ陽川欲しいよね。一番はね。だから多分ね、順番、予想です。多分ね、陽川が一番人気だったと思う。だから阪神から俺はスタートしたと思うんだよね。取るのを。で、阪神が大竹選手を取ったんだよね。で、この大竹選手ね、まあ、今季ね、2試合2敗、防御率 6.43、2軍では通算35試合、10勝9敗というところで、まあ、今年もチャンスもらってね、まあ、結果出せなかった。まあ、1回目はね、援護がなかったっていうところでは、まあ、結果を出せなくて、まあ、移籍っていうところになったけど、まあ、大竹投手ね、早稲田大学出身。その中で岡田さんが早稲田大学。やっぱり後輩を何とかしてやろうっていう思いはね、絶対あったと思うの。だからね、阪神、大竹からスタートしたと思うの。で、今度はね、取られたチームが取れるから、次ソフトバンクが取ったのが、日本ハムの古川選手。ね。ソフトバンクとしては、やっぱピッチャーがね、欲しかったと思うんだよね。これをね、まあ、オスナも取ったけど、まあ、リリーフをね、厚くしたいっていうところと、まあ、今季も34試合投げてね、1敗3ホールド、防御率 4.08 っていうところは、まあ、ここまでね、楽天巨人、そしてトレードで日本ハム来て、トレードで1年目でもう現役ドラフトに乗せるっていうね、ここももう、あれだけどね、まあ、日本ハムはね、やっぱこれからのチームだから若い選手が多いからね、そういったところではなかなか現役ドラフトっていうところにね、出す選手に悩んだと思うけども、まあ、ここで古川選手を乗せたことによってソフトバンクはね、すぐ使えるっていうね、でしかも藤井選手がね、再生工場になったように、ひょっとしたら古川選手もね、うまく波に乗って、リリーフの一角で入ってくるかもわかんないから、ソフトバンクのリリーフ陣がさらに、オスナも加えてさらに熱くなったっていうところでは良かったんじゃないのかなと。で、次、日本ハム。ね、で日本ハムが松岡投手ね、西武からっていうね。で、ここでね、松岡投手ね、今季1軍試合なし、まあ、手術ね、して、まだリハビリ途中っていうところだけども、2軍ではね、数試合投げてるんだけども、だからまあ全体的に若いっていうところと、まあ、怪我明けっていうね、ところもあって、で、まあ、西武はね、リリーフがね、ちょっと埋まってきたっていうところで、まあ、この松岡選手が乗ったと思うんだけども、まあ、しっかり怪我でね、リハビリして、まあ、ここね、ぐっといければ、まだ若いからね、チャンスあるんじゃないのかっていうところでは、まあ、日本も若いチームだしね、いい形でフィットしやすいんじゃないのかなと、思います。そして、で、次ね、西武行くんだよ。で、西武行って、西武はね、ヨーカー取るわけ。これはもうね、確実にいい形のね、ポジションが西武は埋まったかなと。で、ここからね、阪神に変えるけど、阪神はもう取ってるからね。そしたら次、一番人気のね、チームから、取るっていうところになってくると、まあ、どうなんだろうっていうね、ところはあるけども、こっからはちょっとわかんないね。でもこっから行くとね、巨人、オコエ、ね、今季6試合2割、ね、打率っていうところでは、まあ、オコエがね、契約更改で、公表してませんって言った時点で、これ現役ドラフトを取るなって俺はなんか思ったんだよね。その時点で。で、まあ、オコエがね、巨人移籍っていうところで、まあ、これはね、もう環境変わってよかったね。まあ、俺は中見てないから分かんない。情報だけだから全部鵜呑みにできないけど、いろいろね、問題があったかもしれない。でも、ね、巨人、ね、いろいろ問題ある選手を構成させられるっていうチームです。中田もね、いろいろあったけども、来てね、年俸倍増で、ね、もう一回ね、輝くこともできたし、オコエもね、巨人に来れば、ね、今までのね、素行不良のこともひょっとしたらあったかもしれない。俺は聞いてる情報だから見てるわけじゃないからわかんないけども、それがジャイアンツに来たら、ピシッとなる可能性は十分ある。と思う。いろいろね、やらかしちゃった選手もジャイアンツの中ではいるけども、思う。ね。ジャイアンツはね、やっぱりね、外野手がちょっと高年齢化してきてるっていうところと、まあ、外国人に頼りすぎっていうところもあって、まあ、今年ね、ドラフトで1位、浅野君、そして2位にね、慶応技術からね、萩尾君、ここをね、取ってるっていうところでは、まあ、外野を厚くしたいっていう思いもあるからね、そこでお声が入って、まあ、ポテンシャルはすごいからね、そういったところをうまくね、原監督が乗せてね、尻叩きながらね、しったけきれいして、うまく乗せていけばね、まあ、ひょっとしたら環境変わってね、いい形になる可能性もあるから、まあ、オコエにとったらね、この現役ドラフト、まあ、非常に良かったんじゃないのかなと。で、その後ね、広島とね、今季9試合、防御率5点台。これもめっちゃ良かった。広島、セリーグはね、広島一番良かったんちゃうかっていう。まあね、カーブもね、やっぱり左ピッチャーがね、少ないっていうところでね、まあ今年のね、ドラフトでも、ドラフト5位かな。5位でね、トヨタから長谷部投手を取ってんだけど、これ左ね。これもうリリーフっていうところのね、目指すところなんだけども、まあ去年もね、黒原森っていうところも取ってるし、まあなかなかね、左のリリーフ、だからカーターかな投げてたけども、埋まらないっていうところがあるからね、この利根は、やっぱ左のリリーフとしては、広島フィットしやすいからね、これは非常にいい、カープとしたら、選択になったし、利根としても良かったんじゃないのかなと。で、続いてね、中日、細川ね、18試合出場、打率5分3厘、ホームラン1本、打点1っていうところでね、まあ、ドラゴンズは、今年のね、ドラフト、見ててもね、外野取ってないんだよね。やっぱ昨年ね、ブライト、鵜飼、ね、外野2人取ってるから、今年はね、中地君投手で取って、あと村松、ね、浜、田中、福永とね、内野手を全部取って、もう内野はいらないんだよね。で、ピッチャーもね、中地取って、で、高卒の森山君取ってっていうところもあるしね。で、まあ、育成でね、松山君、野中君取ってるし、まあ、ピッチャー全体的に揃ってるからね。そんな井の一番ではいらない。そこで、まあ、どっちかというとやっぱ外野が欲しい。細川余ってる。パンチ力ある。よし、一発逆転っていうところではね、非常にドラゴンズもいいと思ったね、わかりやすいこの選択だったかなと。続いて、DeNA がね、笠原投手っていうね、まさかの現役ドラフトでトレード成立みたいなね、ところだったけども、まあ、今年4試合、1勝2敗、防御率 5.29 っていうね、まあ、DeNA はね、ピッチャーいきなりいなくなる可能性あるからね、怪我するっていうパターンもあるし、やっぱりね、多くにね、越したことないっていうところでは、この笠原をね、取ったっていうのは非常にね、まあ、坂本がちょっと出てこないからね、やっぱあそこ出てきたらいいんだけど、まあ、そこね、うまく競争して、笠原がね、5、6番手入ってきたら非常に面白い存在になるから、DeNA としてもね、わかりやすかったかなと。で、パ・リーグ、オリックスね、渡辺大輝、ヤクルトね、今季49試合、打率1割2分5厘っていうね、ところで、まあ、外野手ね、だからまあ、でも、ラオウっていうところと、まあ、ね、まあ、ラオウが今年ね、あんまり、ピリッとね、しなかったけども、まあ、オリックスはどうなんやろな。で、今年ね、東郷市から杉沢外野手取ってるしね、内藤、曽谷、斎藤、日高。で、外野がまあ、センター福田でしょ。吉田正尚ね、いなくなるけど、中川いるからね。っていうところでは、まあ、中川ファーストっていう手もあるけども、ちょっとあれかな。オリックスは順番低かったかな。でも渡辺選手ね、守備とか走力とかね、この途中からできる守備固めとしてはいい形のポジションになるからね、まあ、ここはまあ競争だね、正直ね、すいませんね、ちょっとね、彼ね、中途半端な意見になってね、まあ、ちょっとここはね、オリックス外野かっていうね、ところもあるけど、まあ、吉田正尚がいなくなるしね、っていう、あとはまあ、守備の面ではね、かなりいいもの持ってるから。っていうところの選択かな。で、続いて楽天、正髄ね。今季一軍出場なし。これも正髄はね、完全に広島ではね、中村、そして、末金のこのルーキー2人、あと中村翔成、っていうところに、もう完全負けちゃったね。だからまあもうちょっとチャンス、ノーチャンスだからね、鈴木誠也の、ね、代わりにって言ったけど、まあ勝負した結果もノーチャンスだから、これは正髄にとったら移籍はめちゃくちゃ良かったね。そういった面では、しかもね、楽天はやっぱり右が欲しいっていうね、阿部も入って、外野も右いないからね、出てこないからね。そういった面では、正髄ね、いい形にチャンスあるんじゃないのかなっていうね。で、さっきも言った渡辺ね、ヤクルトの、まあ、ここもね、ヤクルトは外野ね、丸山とかね、出てきてるしね、ちょっともうね、ヤクルトは外野がね、いらなくなってるっていうところもね、あるんだよね。しかも、今年もね、沢井くんとかね、外野取ってるからね。あとは西村君ね、外野取ってるから、そういった面ではちょっとで押し出された感ね、あるね。ヤクルトからしたらね。で、続いて、ロッテ、大下、内野手、オリックスのね、神戸の大下っていうね、神戸ではめちゃくちゃ打つっていうね。中では、内野ね、まあ右が少ないからね、ロッテはね。そういった意味では、まあ右の、まあ代打枠じゃないけども、まあ思い切ったっていうところかな。で、あとまあピッチャーね、成田。まあ成田もね、まあ、ね、ピッチャーをね、オーバースローからサイドスローにしろって言われたらもう最後通告みたいなもんだからね、そこで花開かなかったらもうバイバイみたいなね、感じになるけども、まあね、左のリリーフはね、いないところではちょっと伸び悩んだかなっていうところでね、まあチーム変えてワンチャンね、っていうところで、まあヤクルトにね、移籍するんだけども、まあヤクルトはね、山本坂本っていう左をね、トレードしたっていうところで、またロッテからね、成田を取って、まあリリーフとしてね、まあ昔だと9個とかね、あとは、まあ、久保とかもそうだけども、まあ、そこのね、リリーフと、まあ、多分先発じゃないと思うんだよね。リリーフとして、なんとか再生できればっていうところで、まあ、チャンスをね、掴んでもらいたいなっていうね。ところが、まあ、今回のね、現役ドラフト、全チームの、まあ、紹介っていうかね、まあ、里崎の感想かな。でもやっぱり2巡目が行われてないってことは、やっぱりそれ相応の選手たちはやっぱり出てなかったんだなっていうね、印象に残るから、全体的にはね。あとはやっぱりね、やっぱ改善していかなきゃいけないと思うんだよね。まあね、里崎案的には、やっぱりね、そのね、出場試合とかっての話ややこしくなるから、1軍の登録日数、何日かっていうね、これは決めて、何日かっていう登録日数を、出場試合にしちゃうとね、無理やり使わなきゃいけなくなるから、そうなると、チームのね、勝敗にちょっと影響してくるっていうところもあるから、登録日数だったらそんな問題ないと思うの。何年目以上、高卒何年目、大卒社会人何年目以上の選手、だから高卒だったら5年とかかな。だから大卒社会人、全部5年でいいかな。ね。5年以上なった。もしくは FA を6年にするんだったら6年以上を経過した選手の中で、1軍の登録日数が、150日が満帆だから、じゃあ50日、3分の1の。1軍の登録日数が50日未満の選手は全員現役ドラフトに乗るとかね。もしくは40日以内。1ヶ月30日以内。でも、30日以内でもいいかな。だから30から50日以内の中で、1軍に登録日数が到達してない選手は、全員現役ドラフトに乗るっていうね。プラスアルファ、怪我人とかもいるから、球団と選手、両者が、怪我という認識のもと、DL みたいなの作って、この DL に入れた場合は、登録日数からの効果は除外して、またちょっと違うルールっていうか、そういう選手は現役ドラフトにその条件が達しなかったとしても乗らないっていうのをね、ちゃんと作って。で、育成選手も3年経ったら自動的に再契約しなきゃいけないから、3年経った場合、育成選手が3年経った場合、現役ドラフトに1回全員乗せる。その後じゃない限り、育成選手と4年目以降の再契約は元いたチームもできないみたいなね。で、しかも、育成選手を取った場合は、次の年必ず支配下にしなきゃいけない。ルールとかして、球団が2名選ぶっていうよりは、自動的に現役ドラフトのテーブルにそういう選手たちを乗る。ね。だってこの現役ドラフトのコンセプトが、出場機会に恵まれない選手にチャンスを与えるってことなんだから、要は、一軍にも登録されてない選手にはチャンスを与えなきゃいけないわけじゃんね。ってなった時には、自動で乗るっていうね、自動 FA と一緒なのよ。自動に乗る。これがね、大事だと思う。そしたらもっと2巡目、3巡目とか活性化することになるだろうし、でね、もし育成選手を現役ドラフトのテーブルに乗せたくなかったら、それまでに現役ドラフトが行われる前日ね、もしくはその条件を出す前日までに、支配下にすれば、登録日数関係なく除外。ね。そしたら育成選手もいいわけじゃんね。だからそういったところで、もうちょっとね、自然にね、もっといろんなことを考えてね、多分ファンの皆さんもね、コメント欄でいろんな寄せてくれると思うけども、いろんなもっと条件で、自動で乗るっていうことをすれば、2巡目、3巡目、ひょっとしたらね、もっと入れ替わりが激しくなって、現役ドラフトが行われる可能性もあるし、育成の人たちも現役ドラフトに乗って、翌年、試合下に必ずなるんだから、幸せじゃんね。そういったところをね、今後未来に向けては変化、今現行のルールのままでちょっとあれなんでね、変化していく必要がささき的にはあるんじゃないのかなと、基本的には思います。1時間ぐらいでね、終わったっていうね、この現役ドラフトの会議が1時間ぐらいで終わったっていうところで、しかも20分ぐらいで1巡目が終わって、で、その後いろんな手続きしながら、もう40分とか50分ぐらいで終わったって言ってたから、もうすんなり終わってんだよね。だからすんなり終わるぐらいなんだよね。っていうところでは、もうちょっとね、っていうところは、変更する必要あるかなと思うけども、でも、ね、この初めて行われた現役ドラフトとしては、もう俺は大成功だったと思う。やっぱりね、最初いろんなね、ところはあるかもしれないけど、まず始まったっていうところがね、一番大事だからね、このスタートしたっていうところがやっぱり大事だから、そういった面では、もう俺はね、大成功としたい。でも、1年後、ね、この現役ドラフトの選手たちが1年後どうなってるかっていう答え合わせをね、しなきゃいけない。2年後どうなってるかっていう答え合わせをね、しなきゃいけない、ところだけども、これでね、来年、現役ドラフトに乗った選手が来年何人クビになっているかっていうね、話もひょっとしたらあるかもわかんないからね。そういったところではね、経過を見なきゃいけないっていうところと、全部じゃないかもしれないけど、やっぱ現役ドラフトの、メリット、デメリットがやっぱあるわけよね。メリットとしては、今回のようにね、12人入れ替える。しかもね、先ほど解説したように、チームによったら、かなりね、プラスの足りないところを補強できたチームもあるから、選手にはやっぱりチャンスが与えられるね。いらないって言われてるんだからね、チームから。欲しいって言われてるわけだから、移籍する選手たちっていうのは非常にポジティブで明るい未来。でもそこでチャンスをつかめるかは自分自身の能力っていうところでは非常にね、チャンスが増えるっていうね、メリットはあるけども、もう一つのデメリットで言えば、やっぱこれね、現役ドラフトの枠を開けとかなきゃいけないから、戦力外になってトライアウトになった選手たちの雇用に、再雇用に多少の影響が、俺はひょっとしたらあるんじゃないのかなっていうね。まあでも全員が幸せになれないからね。そういったところの、メリット、デメリットは、あるのかなっていうね、ところはあるけども、一回ね、やっぱ終わったっていうところでは、大成功だったと思います。ということで、佐々木が今回の現役ドラフトについての感想、覚え、解説してみました。皆さんどうでしたか、ね、移籍する12人の選手たちには来年ね、ぜひ頑張ってもらって、この現役ドラフトがね、もっともっとよりいいものになっていってもらえれば、いいと思うしね、非常に、出だしとしてはね、新しい試み的には非常に良かった現役ドラフトになったんじゃないのかなと思います。ということで、佐々木のピックアップニュースでした。